こんにちは、マサイのプランキオンです。今回はラストクラウディアのプレミアムクリスタルガチャ20連やっていきたいかなと思います。新しくセビアさん出ましたね。セビアさん好きですね。うん、当てていきたい。まあ普通に容姿的に結構好きです。では行きましょう。SSR モロ確定やん。来ましたね。お、3つ。お、なに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 。あ、大好き。お、なに、なに。これからも遺跡を守る新たな力、騎士デスパディオと一緒に。ありがとう。かわいい。やった。10連で終わり。はい。やってかキャラ3つ当たってんじゃん。すごいですね。ちょっと、当たり枠。この子も好きよ。強さとかするよ。そういう敵というよりかは、容姿。いいね。新作の、シャシュ。通常攻撃で、クリスティブのスレンジを複数発生する。いいね。あとで見たい。これがいいね。ちょっと組み込みます。敵戦闘に関連するその強力な連続攻撃、水の全体の HP を中回復し自分のSTRを回復の本、攻撃して HP 回復して SL 全部じゃん。双剣武器、防具、バックの両方に剣を装備し、髪の毛を受けダメージ、プラス 25%。ほう。もう二刀流はもう、いけるから。剣ね。うん。強い。はい。ということで、すげえ当たり枠。クリスタルが、使わないですんだ。10連で。はい。ということで、皆さんも当たっていきましょう。てか SSR ゴルド戦争ちょっと見たい。何？どういうあれなんだろう。ゴルド戦争、わかんないよ。そういうの見たかったんじゃない。わかんない。なんで、いや、はい、ということで、ラストクラウディアプレミアムクリスタルガチャ10連勝ち。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。